違う違う違う。あ、なんだあの人。こんな秋葉原は間違っている。は？どうして秋葉原は変わってしまったんだ。昔の秋葉原はこんなんじゃなかった。もっと夢と希望があふれていたオーディオの街だった。なんだなんだ。なのに今の秋葉原と来たらアニメだのアイドルだのめちゃくちゃだ。これあれだな、関わったらいけない類の人だな。オーディオの秋葉原はもう戻ってこないのか。どこへ行ってしまったんだ俺の大好きだった秋葉原は。絡まれないうちにさっさと帰った方が良さそうだな。ただいま。って誰もいないか。今日はなんだか疲れたな。別に何もしてないのに。とりあえずもう一度寝るか。時間ならたっぷりあるし。それじゃおやすみ。誰だよ。ったく。はい、もしもし。その声、寝起きでしょ。もう、今何時だと思ってるの？なんだ、水木か。おはよう。おはようじゃないって。今はもう24時前。今日が終わっちゃうよ。なんだ、そんなに寝てたのか。ねえ、どうした？なんか用か？いや、用ってほどのことじゃないよ。今日は誰かさんが遅刻したせいで、あまり話せなかったから電話でもと思ってさ。何か話すことあったっけ？もう、これだから朝日は。だって、小学校からの幼馴染が大学を中退したきり、そのままニート一直線だよ。さすがに心配で話をしたくもなるよ。ちゃんとご飯食べてる？将来のこと考えてる？そりゃあご心配をおかけしました。だけど毎日ちゃんと考えてるぜ。ずっとニートでいられる方法とか。もう何それ。ちゃんと栄養のあるもの食べてる？ジャガイモって野菜だっけか？ポテトは野菜に含まれません。やっぱり栄養が足りてないみたいだね。燃費がいいんだよ。はいはい。ねえ、朝日はもちろん明日も暇だよね。いやだからさ、人を暇人みたいに言うなって。まあ確かに暇っちゃ暇だけど。よし、それじゃあ一緒にご飯食べに行こう。ちゃんとした栄養のあるご飯を。わあ、水木のおごり。大学終わるの何時？ねえ何時？大学はお休みだって。明日っていうか、あと少しで日曜日だよ。本当にニートは曜日の感覚がないんだから。あれ、そうだっけ。ほら、俺にとっては毎日が日曜日だし。はいはい。それじゃあ時間と待ち合わせ場所はメールしておくね。了解。一応朝12時には起きてると思うから。
ちゃんと連絡してね。もし寝坊したら明日こそは鬼電するから。モーニングコール待ってます。僕はお母さんじゃないんだからね。それじゃおやすみ。あ、おやすみ。水木のやつ相変わらずしっかりしてるな。ご飯は食べてるけど将来ね。あー、働きたくない。一生働きたくない。今日みたいにずっとのんびりと自由気ままに生きていきたい。で、もう24時過ぎてんじゃん。リモコンはどこかなと。あ、水木からメールか。14時に中央通りのホスマップ本店の横で、寝坊しないように早めに寝るんだよ。って、俺は遠足前夜の小学生か。誰だよこんな昼間に。俺に用事のあるやつなんて。いた。あ、おはよう水木。今日もいい天気だね。おはようじゃないよ。一体何時まで寝てるつもり？今は何時なのかな。14時30分だよ。時間に来ないから心配したんだよ。あれだけ寝坊しないようにって言ったのに。夜中にちょっと用事があって。アニメかな、ゲームかな、それともまとめサイトでも見ていたの？全部です。まあどうせいつものことだから大して心配してないけど。ごめん、今どこにいる？メールで送った通りだよ。中央通りにあるホスマップの本店の横。すぐ行くから待ってて。はいはい、ちゃんと顔を洗うんだよ。歯磨きも忘れずにね。やばい、急がないと。確か猫耳喫茶ニャンドリーミン本日オープンだにゃん。にゃにゃん。昨日の猫耳メイドか。そっか、今日オープンって言ってたっけ。昨日も見た顔だにゃん。もしかしてお店に来てくれるにゃん。オープン記念イベント、ドリンク1杯222円だにゃん。ごめん、友達が待ってるんだ。またいつか、きっと。残念だにゃ。ここからだったら駅を突っ切っていった方が早いな。よし、急ごう。知ってる秋葉原駅じゃねえぞ。もしかしてあなたは駅の違和感に気づいているのかな。
あなたって俺のこと？ええ、そうよ。妄想の違和感に気づいているあなただからこそ話しかけているの。少しだけ話を聞かせてもらえるかな。なんで俺に？っていうかちょっと急いでるんだけど。大丈夫、時間は取らせないわ。だけど。だってあなたこの駅の違和感に気づいているのよね。気づくも何も、こんなことになってたら誰でも気づくって。それじゃあもしかしてこの人が原因だっていうの？原因って？ううん、なんでもない。それじゃあさ、これは何に見える？これってていうか俺急いでるんだけど。出てきてピンク。任せろっち。ぬいぐるみが喋った！失礼なやつっち。可愛いけどぬいぐるみじゃないっち。オイラはさっきの由緒正しき立派な使いまっち。どうなってんだこれ。ぬいぐるみが動いて会話してる？だからぬいぐるみじゃないっち。やっぱりピン君を不思議に感じるのね。不思議に感じる？間違いない、あなたは妄想者よ。は？妄想者？ちょっとついてきてくれるかしら。だから待てって。俺友達との待ち合わせに急いでるんだけど。大丈夫よ、すぐそこの駅前だから。ピンク、行きましょう。了解っち。おい、だから俺は行くだなんて一言もって言っちゃったよ。あーもう、本当に少しだけだからな。遅いわよ、年頃の女の子を待たせるだなんて。な、強引な。って、一体これは何なんだよ。昨日はこんなのなかったぞ。ねえ、名前は？あ、名前？いいから名乗れっち。せっかくだから覚えてやるっち。朝日だけど、橘朝日、秋葉に生きる健全な男子だ。朝日ね、了解。ああ、私は星野咲よ。で、この子はピン君。ちぃ。それで早速なんだけど、朝日はこのオブジェに見覚えはある？呼び捨てかよ。っていうか、このオブジェは何なんだ？オーディオ類みたいだけど。音楽系のイベント？それとも何かの反則キャンペーンか？だけどそれにしちゃ人が集まってないっていうか、気にしてすらいないっていうか。ええ、その通りよ。そしてこれはイベントなんかじゃないわ。朝日はオーディオ類のこだわりはある？例えばスピーカーだとかヘッドホンだとか。オーディオ類のこだわり？音楽は普通に好きだけど、
オーディオ類って言われると全然。ゲーム用に少し高めのヘッドホンは持ってるけど、それくらいだ。タキ、やっぱりこいつが原因じゃなさそうっち。音の違いなんか全くわからない人間だっち。確かに、違いのわからなそうな男ね。ひょっとして、バカにされてる？だけど、だとしたら、もしかしてこっち側なのかもしれないわ。じおーい、もしもし。俺だけ置いてけぼりなんだけど。ったく、今日は一体何なんだよ。駅は変だし、ぬいぐるみは喋ってるし。だから、ぬいぐるみじゃないっち。もしかして俺はまだ眠ってるのか？うんうん、これは夢なんかじゃない。すべて現実の出来事よ。これはね、妄想が。なんなんだこれは。ピンク、あの人。音田久義っち。やっぱりあの人がこの妄想の。すごい、すごいぞ。これだ、これこそが俺の理想の秋葉原だ。どうだ、そこの若者よ。はい、俺たちのこと。君たちにはあのオーディオの輝きがわかるか。そう、これが秋葉原のあるべき姿なんだ。おさん、どうしたんだ。朝日、ちょっと静かにしてて。俺はこの秋葉原でオーディオ専門店シルバーサウンドを営んでいる。もうかれこれ20年以上になるかな。そんなに昔からやってるんですね。アンプ、スピーカー、それにヘッドフォン、うちに来れば何でも揃ってるぞ。君たちは知らないかもしれないが、昔の秋葉原はオーディオマニアが集う街だったんだ。それが最近はアニメだの、アイドルだの、全くもってけしからん。うんうん、そうですよね。だけど、それは昨日までの秋葉原みたいだ。俺はずっと勘違いしていたみたいだよ。そうさ、秋葉原は今もオーディオの街だったんだよ。なんだったんだ、あの人。間違いない。音田久義。彼がこの妄想の原因ね。オイラたちの予想はドンピシャだったっち。ええ、そうみたいね。あれを見るっち。え、なんだ。入り口が現れたわね。さあ、早く行ってみましょう。あ、おい、ちょっと。